綱引き会った時に、なんかお互いの心が引っ張れたようなそんな気分になった。それこそが本当のライブやと思います。だから今でもちゃんとライブできてて、ドキュメントが作られてるようなそんな気がします。だからあんたらと喋ったような、初めて喋ったような気分になります。やりましょうやりましょう、初めて君と喋ったしゃあないかもしれんけども、あのコロナの患者の数が非常に増えて、そしてバンドマンの仲間もなっていく友人が結構増えて、それでそこの中でもライブやったらライブのお客さんがマスクつけて換気して、それで一生懸命来てくれる人がたくさんいました。それで今回のイベントに関してもそう、できるかどうかわからないままどん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 進んでいって、それでなんとかできることになって、それで蓋開けてみたらいっぱいのお客さんが今ここにおるわけです。この状態で無理をしてね、ちょっとね、会社とか学校とかにもライブ行ったとか言いづらい状況で、そうやってでもこうやってライブに来てくれてるわけじゃないですかね。それ考えたらこれからも来てくれるんじゃないかなって淡い期待はありますけども、そんなに人間甘いもんじゃない。また別のバンドが好きになったりとか、別の音楽が好きになったりとか、昨日も言ったけど別の興味が出てきたりとか、そういうことでまた来なくなるようなこともあると思うんですよ。でもそうやってでも今この場を信じていたいような、そんな気がします。それで今ライブハウスは一番底の状態です。底の状態から上がっていくにはどうしたらいいかね、どん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 コロナが収まって、それでまたもしやダイブ、またいろんなことで暴れたりとかできる時が来たら、またもっともっとあんた方楽しめると思うんですよ。今この状態でライブハウスに来て、うちの話をわざわざ聞いて、それでライブ来てお金払ってやってるってことは、これ以上にあんた方はもっともっと楽しめるはずです。そしてそれを見た僕たちはもっともっとこれから楽しめていけるはずだと、そういうふうに信じていますね。今がそこですよ、今がそこです。あとは這い上がるだしさ、おっこちぬさん7区まで、こんな時こそやりだしさ、やりましょうやりましょう、こういう時こそ必要じゃないか、ロックンロール。
く道はいつかった道、それなのにまた迷ってしまうのさ。グラスの欠陥キャラに出た人を失い、しがみついてるのは本当に良いことですか。おい、ほんと散るのさ、ならくまでこんなときごとやりときさ、ありふれたなら揺らがなくちゃ、揺らがなくちゃ。悪口を言われ自分のバンドのことも忘れそうになってしまうのさ。悲しみ消えた未来の運動、僕たちが欲しかったものは一体これですか。もっと散るのさ、なら行くまでどんな時とかやる時さ、ありふれたなら揺らがなくちゃ、揺らがなくちゃ。夢中になる時を見つけなくては。ガンチャンス